ジャレット、グラドウィン・バトラーは、アメリカ合衆国、ルイチアナ州リザーブ出身のプロバスケットボール選手。NBA のユタジャズに所属している。ポジションは、ポイントガード。高校最終年のシーズンに、平均27.4得点、8.8リバウンド、8.4アシスト、3.0スティールの成績を記録。バージニア大学、ベーラー大学からオファーを受けた中で、 アラバマ大学へ進学したが、公式戦でプレーすることなく、1年目のシーズンが始まる前に、ベイラー大学へ転校した。早期の転校だったため、NCWA のレッドシャツ制度の対象にはならず、1年目から、公式戦に出場した。2年目の2019から20シーズンに大きく、成績を伸ばし、主力に成長。3年目の2020から21シーズンは、 ベースとしてチームを経引し、2021年の NCWA 男子バスケットボールトーナメントに出場し、決勝まで勝ち上がる。決勝では、レギュラーシーズンを無敗で終え、優勝候補の筆頭とされていたゴンザが大学との対戦となった。バドラーは、チーム最多の22得点を記録する活躍を見せ、試合は86から70で勝利。ベーラー大学は、 初優勝となり、バトラーは、トーナメント MVP を受賞した。ダニエルズ、ティム、4スター PG プロスペクト、ジャリット・バトラー・コミッツ2、アラバマ・オーバー・ UVA、ベーラー。ブリーチャー・レポート、2021年4月7日閲覧。4スター、アラバマ・バスケットボール・サイニー・リービング・プログラム。ある、2021年4月7日閲覧。プレス、アソシエーテッド。 ベーラーショック・ウンベアテン・ゴンザガ・ツー・ウィン・ファースト、NCWA ナショナルチャンピオンシップ。ザ・ガーディアン、2021年4月6日閲覧。ホワット・ファイナル・フォー・ MVP、ジャリット・バトラー・セット・アフター、ナショナルタイトル。247スポーツ。2021年4月7日、閲覧。ありがとうございます。